ウェイユーシェン役の木村良平です。ラウアンジー役の立花慎之介です。しんどいんだよ。しんどい本当によ。でもこの議場編もやっぱりまあ元々のファンもね、ここの議場編が好きだっていうファンの方も多いって話でしょうな、うん、それぐらいなんか一個魔導組織新条例全体を通しても独立してるぐらいのキャラクターとストーリーとそうあって、いいキャラクターたちなのよ。シュエアンはもちろんだし、シャオシン、チェンソン、ズジン、基本過去編からのそのつながりのあるキャラクターで構成されてたじゃないですか、うん、ジンシーとかウェンシーとか、うん、だけど全然そうじゃない人が出てきてって、でもその時にね立花さんがいやどうやらこの物語すごくてみたいな話を聞かせてくれたじゃないですか、とか、そう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 、何その話みたいな、え親友がえ目がえみたいな、そう、俺もだからあの話を自分で聞いた時に、うん、魔導組織は別の話だと思ってた。はい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 、それはそれで成り立ってたからちゃんと、うんうん、でもよく組み合わせると、あ魔導組織の中の別の子たちの話なのねってのが見えてきてて、いやよく作られてる物語ですよ本当に。悲しい、悲しいんだけど、なんか彼らの未来にも光があるといいなっていう、なんかこう、うん、ウェイユーシェンとランワンジーも、うんうんうん、多分あいつらが見てたらお前ら悲しいなって言ってると思うんですよ。ああそうだね、そう、だからウェイユーシェンとランワンジーがこのね完結戦後半でいい未来にたどり着ければ、うん、彼らにも光があるんじゃないかなって思える気がするな。そうだね、だもしかすると、うん、この議場編のと同じルートをそのウェイユーシェンとランワンジーもたどるかもしれないって未来かもしれないんでね。いやそれぐらいなんかね似てるところのある二人よね、うん、だからこその議場編の面白さ、確かにね、ありました。こっちで向こうで言うとこのシエンはまあもちろんこっちにもいるんですけど、大概手強いんで僕らも頑張っていきたいと思います、ね、はい、はい、魔導組織完結編第4話は1月29日から放送開始です。